ルートビヒ九世は、ヘッセン・ダルムシュタット法白。ルートビヒ八世とその日であった、アーナウィリヒテンベルク博用ハンラインハルト三世の、娘、シャルロッテ、クリスティーネ・マグダレーネの息子。ダルムシュタットで生まれた。1790年に、ピルマゼンスで、死去、長男のルートビヒ十世が後を継いだ。1741年8月12日に、プファルツツバイブリュッケン公 クリスティアン三世の皇女で、後のバイエルン王マクシミリアン一世のおばにあたる、ヘンリエッテ・カロリーネと結婚し、以下の三男五女を設けた。カロリーネ、ヘッセン・ホンブールカ、紅白・フリードリヒ・ゴ・セイヒ・フリーデリケ、プロイセン王、フリードリヒ・ウィルヘルブ・ムニ・セイヒ・ルート・ビヒ・ジュッセイ、ヘッセン・ダルムシュタット・紅白、後に、ヘッセン大公。 フリーデルケアマーリエバーデン大公子、カールルートビッヒウィルヘルミーネルイーザローシア皇帝、パーベル一世妃、ルイーゼ、ザクセンバイマルアイゼナハ大公カールアウグスト妃、フリードリヒブレス・ラウシ教クリスティアン。ありがとうございます。